スノーマンナウール、クラスメートの登場シーンに大興奮、ふう、赤羽コッシ、撮影現場に密着。アイドルグループ、スノーマンのラウールが主演を務める映画、赤羽コッシのボディガード、8月2日公開。3年ぶりの映画単独主演に挑むラウールのほか、出口夏希、奥平大賢、高橋光、土屋太鳳が出演することでも話題を呼んでいる同作の撮影現場に密着した。同作は丹月正光氏による同名コミックスの実写化作で、ある事情から100億円の懸賞金をかけられ、命を狙われることになった幼馴染、赤羽コッシ、出口夏希のために、ボディガードとなった伊吹荒国、ラウールの物語を書く。荒国に与えられたミッションは、本人にバレることなくコッシを守ることだったが、実はボディガードは荒国だけではなく、3年4組のクラスメート全員。荒国は、それぞれ特技を持つ個性豊かなクラスメートたちと協力し、ボロボロになりながらも幼馴染を守るために奮闘する。